皆さんこんにちは、伊豆です。本日もプロスペースやっていきます。本日はこちらベニー選手ピックアップしていこうというふうに思います。はい、というわけでベニー選手ですね。本当はランキングね走って取る気なかったんですけど、めっちゃくちゃ緩くてね、ランキングが結構余裕で取れそうだったんで、せっかくなんで取ってきましたというところで、今回はですねロッテ純正でピックアップしていきます。それでは早速能力見ていきましょう。弾道パワーヒッターミート80、パワー82、走力65っていうところです。で、まあ守備適性見ていくとセンター66の C っていうところですね。どうなんですかね、ぼちぼちなのかなっていうところですけど、まあそこまでね足が速くないので、守備範囲っていうところはまあぼちぼち狭い方なのかなっていう感じですね。で、まあ一応レフトとかライトを守れるっていうところです。で、まあ捕球58、スローイング56、肩が57っていうところですね。まあここ守備もですね結構気になるところなのかなというふうに思います。で、まあ特殊能力が超パワーヒッター、チャンス回、選球眼というところで、しっかりね3つとも能力上げてくれるというところで、まあパワーとかねしっかり上げてくれたらですね使用がいいんじゃないかなというところですね。まあ65か、走力まあぼちぼちかな、普通に守備もまあぼちぼちやってくれるんじゃないかなというところですね。それでは早速ランク戦でピックアップしていきましょう。どうぞ。はい、では1試合目ですねやっていきましょう。ここですねというところで3番で連れてきてますね。まあちょっとチャンスで回してあげたいなというところで、しっかり能力上げてですね打っていきたいなというところですけど、守備ですね。守備はね本当に適正が66で走力が65っていうところですね。結構まあ走力も関係あるのかなというところで、話してるんですけど、まあどうなんですかね守備っていうところ。まあロッテセンター岡田さんとかがいるかな、まあ、そこら辺守備要因で置いてセンターに代打出すとか、そういった使い方もありなのかなという感じではあるんですけど、自分はねサブロー選手使ってるんですよね、まあそこどうしようかなって感じではあるんですけど、はい。でまあ多分今日はサブローさんライトにいるかなというところですね。まあ守備機会があったらですね見せていこうかなというところです。バッティングいきましょう。はい、では1点取られてるんでなんとか返していきましょう。大谷投手というところですね。でまあ3番に置いてるのってマジでチャンスで回したいですね。なかなかね能力上がってくれないと飛ばないんじゃないかなというところは思っているので、なんとかしっかり能力上げてあげたいですね。チャンスなんですけどね、まあ行きましょう。パワーは上がってくれてるんでなんとか打ちたいですね。ここは最低でも犠牲フライという場面ですね。うわっいやもう最低限、いやもうマジ詰まったらロンガですね。パワー比はやっぱり、ライドでやったらね前に落ちたりしてくれるんですけど、さすがにね、まあしっかり、詰まらないでね引っ張り込まないといけないのかなというところですね。結構ねプルヒとかだと、多少詰まっても引っ張れればっていうところはあるんですけど、はい。ベニーさん次の打席いきますか。さあいいねパワーヒチャンス。うわこんだけ上がったらさすがにいきそうですけどね。よしめっちゃ甘いっすけどねいやラッキーっすね。まあさすがに今のは行くかって感じですけど、はい。まあ次の試合いきましょう。はい、では3試合目ですね。ちょっとチャンスじゃないんですけどいきましょう。これら、お入る、マジかよっしゃいやいいっすね。いやパワーヒー使うの最近楽しいんですよね、なんだかんだいやマジいいっすわ。これはちょっとスタメンで使いたくなりますね。まあどんどんベニー選手の打席見せていきましょう。うわこれも入るわ、おい徳野、まあいいでしょう。おえ、あぶねあぶね。さ徳野、相手も出ましたね結構。まあまあ行きましょう。さあふうマジもう3本目っすね。クソ飛ぶやんけまあどんどん行きましょう。まあまあ、あなたも
さあ、ベニー選手行きましょう。ホームラン打っちゃいました。あ、ポール、あ、くそ、くだらない。まあまあ、次行きましょう。さあ、チャンスだけですけど、行きましょう。これラストにしようかなというところです。まあ、もう一打席回ってくるかな、どうかなって感じですけど、行きましょう。あ、ボール、あ、ダメだ、もう、くそもう本当にダメだな、ボール球振ったら。まあちょっともう一打席回しましょう。はい、ではちょっとさっきの試合切断されちゃったんで、もう一試合行きましょうというところですけど、フォアスさん強くない普通に。あいや、まあまあ球低かったですけど、いやー打ちますね。ちょっともう一打席回していきたいですね。さあラストですね。ちょっとチャンスじゃないんですけど行きましょう。パーキーも出なかったね。こうこれだとさすがにいかないかなって感じですけど、どうでしょう。いや、貴重な一発でしたよね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね。アウトコース打ちました。はい、ではどうでしたかね。結構打ってくれましたね。いや、3本くらい打ったかな、ホームランね。まあヒットは1本も打ってない気がする。なんかホームランかアウトかみたいな感じでしたけど、どうなんですかね。まあ、しっかり能力上げてくれたらですね、打てるのかなという感じではありますけど、まあ使ってては楽しかったですね。まあ、ガチオーダーは、どうかな、もうちょっと分かんないですけど、まあなんか控え代打くらいには入ってくるかもしれないですね。まあ今後も使おうかなというふうに思っております。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また明日以降も動画出すと思うので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。ではいつでした、お疲れ様です。